配信開始。トークテーマやっぱあれにしていい、さっき話してたやつに。いいけど俺話さない。まあいいよ全然話しても大丈夫。うん、こっちの方が面白そう。よし、じゃあ始めるよ。FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。10月20日、ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルの大きい通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの1時間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、はい、お芋さんからコメントを早速いただいておりますけど、はい、ジングルちっちゃくねっていうことで、あら、あれマジで小さかったですかね。小さかったですかね。ちょっとじゃあ後でもう一回確認してみましょうね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもね、おはようございますとか言って、うんうんうん、Good morning。 朝早くからねなんか今日歯が痛くて。歯痛いの？なんか左の奥歯が痛くて。へー、虫歯みたいな。虫歯、そうなんだ。抜いてあげようか。抜いても、あ、歯医者さん行ってきましょうね。歯医者さん行ってきます。お経通り歯医者さんなんかありますよ、結構。あ、本当ですか。結構というか1個だけかな。じゃあラジオ終わったら行きましょうね。すぐそこだからねはいはい、って感じですかね、今日は。うん、あ、BGM 聞こえへんよって言われてる。本当だ。あ、わかりました。はいはい、了解です。ちょっと BGM もう1回。はい、 BGM 直りましたよね、多分ね。はいはい、すいません、はい、すいません、ラジオをお聞きの皆さんは、まあ、ユーストリームとツイキャスでも配信しておりますので、はい、コメントの方で今指摘をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。助かりますね、こういうコメントいただけるとね。はいはいはい、あ、お芋さんからコメントで、はい、歯痛い時の挨拶はなんていうの歯痛い時の挨拶はなんていうの。はいたーい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 。ね、はい、そういう治りそうってことでね。振りだったんだ。そう、そうだね。気づかなかった。さすがお芋さんですね。はい、拾ってくれる方ですな。はい。ということでね、今日のトークテーマ、うん、さっきね、2人で話してたんですけど、トークテーマにするような話じゃなかったんだけど、そうだったんですけど、はいはい、ね、さっき話しててちょっと面白いと思ったのが、うん、もし自分の性別が逆だったらどうするかって話になってね。そうね。社長は、僕は、僕はだから意中の相手を落とすために、はい、あざとい格好をするしまくるっていうそんなラジオで言いたくないんだけどそうそう、だからこういう話面白いなと思って、はいはいはい、だから今日のトークテーマは、あ、待ってくださいよ、今日の、トークテーマは、あ、もし性別が入れ替わったら。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もし性別が入れ替わったら、うん、何をしたいということをどんどん皆さんから聞いてみたいなと思いまして、うん、君の名はとかが流行った時はこういうトークテーマもあったんだろうね。あ、そうなんでしょうね、うんうんうん、そうですね、去年ぐらいかな。ちょっとなんか出遅れましたけど、はいはい、遅いよね、だいぶ、まあ、だいぶ乗り遅れてるよね。はい、皆さんのコメントお待ちしています。はい、コメントも早速来ていて、隣のふなっしーさん、ふなっしーさん、FM那覇さん、おはようございます。れなちゃんさん、おはようございます。あ、おはようございます。ありがとうございます。朝から見てもらって、ね、ありがとうございます。さて、ちょっとですね、はい、イベントが結構溜まっていて、そのイベントの告知を少しさせてください。まず一つに、那覇町ゼミという、イベントがあります。那覇町ゼミというのは、お店の人が講師となって専門店ならではの知識や情報、コツを無料で教えてくれる、少人数制のミニ講座ですと。これを安心して受講していただくために、お店からの販売とかも一切ないし、お金もかかることもない無料イベント、まあ、ちょっとなんかこう、はい、何かを作ったりするときに少し何百円か材料費があったりすることもあるんですが、はい、そういった那覇町ゼミというイベントが、那覇の町中で、いろいろ開催されます。はい、FM 那覇もその那覇町ゼミに参加しておりまして、3つの企画を今イベントを用意しております。1つが FM 那覇によるラジオ活用講座。ラジオ活用講座、寄り添うメディアと呼ばれるラジオですけれども、聞く短さだけではなく発信する短さもあって、FM 那覇ではその魅力を
発信するため那覇の魅力を発信するための番組、那覇町ファンクラブという番組がありまして、この番組を通して、いろいろラジオ活用講座をですね、教えていきたいということと、もう一つパーソナリティの一歩先の口説き方講座、というのがありまして、ラジオ MC のミスチーさんとアサトミムが、二人の女子がですね、この一歩先の口説き方、口説き方、男性でも女性でもどっちでも口説き方を教えると、っていうのためになりそう、そうそう今、用意しております、うん、そして最後に子どもたちが食いつく学級読み聞かせ入門、読み聞かせ歴6年の、オレンジマンさんという方がいるんですけども、その方が、読み聞かせ講座を教えてくださるということでございます、はい、それぞれ日程がねとっても細かくて、まあ大体11月から始まるんで、また11月から告知していきますけれども、はい、皆さんどうぞ那覇町ゼミで検索してみてください、はい、いろんなあの企画がありますからね、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございます。この番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またこの放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。そういえばかっちゃんさん全部の番組のサポーターになったんですよ。知ってました？本当ですか？もうすごい、もうレナだけの独占のサポーターじゃないんだ。それはそれちょっと寂しいけど、いやありがたいということで、はい、1曲目をおかけしたいと思います。リップスライムのジョイント。リップスライムはいの曲は夏の、夏っぽい感じがしますね。何っぽい？夏。あ、そうね、夏に聴いてる。夏っぽい曲が多い気がする。オフトークです。今ナチュラルにお茶飲もうとしちゃった。オフトークだから。お茶飲んでいいですかね。新聞読んでる間とかにも飲んでいいんですか？飲んだらいい。飲まないし。コメントを読みます。はい、お芋さ ん性別が入れ替わったら男爵かメイクインになるだけやけど。お芋さんは男爵だったんだ。男爵だったんだね。メイクインになるんだね、性別が入れ替わったらね。なんか思ったんですけど、はいはい、男の人は女の人になりたい傾向があると思うんですよ、うん、でも女の子ってあんまり男の子になりたいと思わなくないですかね。わかんない。ミムとかは男になりたいと思って。あ、なりたいって言ってるんですか。ミムはもう性格が男っぽいし。あ、そうなんだ。おっさんっぽいから、なんか。へえ。いるんじゃない、そういう人。わかんない。あ、でも、あ、いるっちゃいるか、うん。ちなみにどっちになりたいですか、生まれ変わったら。え、女になりたいよ。女になりたいんですか。いろいろ試したいよね。ああ。女性がやってることを。女性がやってることっていうか。あのまた新しい視点なんじゃない、面白いんじゃない、うん、あー、まあ、確かにあればだけどね。男の人も楽しそうだけど。うん、楽しいよ。多分女の一人楽しいんじゃない。本当ですかね。だってどこでも行けるじゃん。どこでも、うん、一人で。あー、危ないとかがないからみたいな。まあ、多分女子よりないんじゃない。あー、そっか。楽ちんっていうか。確かに一人でドライブ行ってもバイク乗って行っても散歩しても、うん、怖くないもんね。そっか。でも体力仕事を押し付けられがちなのが大変そう。あ、でも筋トレ好きな人とか喜んでやるよ。あはい、喜んで喜ぶ人もいるんだ、うん、あんま嫌がってないんじゃない。へえ。お、そうそうかな。はい、ラジオ FM 那覇。
今の時刻は8時10分を回りました。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニングナハです。では初めに今日のお天気をお送りいたします。本日20日沖縄本島中南部のお天気は北東の風やや強く、後強く、曇り時々晴れ、夜遅く雨、波3メートル、後5メートル、うねりを伴うとなっております。降水確率は朝の6時から12時まで 20%、 12時から18時まで 20%、 18時から24時まで 60% となっております。日中の最高気温は31度です。台風が近づいているみたいで、夜から、はい、あの雨の方がひどくなるみたいなのでね、うん、風も皆さんあの気をつけてくださいね。そうね、はい。本日沖縄本島地方では高波に注意してくださいというの警報が出ております。続いて現在の交通状況です。まず高速道路の方からお伝えしていきます。沖縄道を上り巨大インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ付近まで工事のため第一走行規制がかかっております。続いて沖縄道上下線ともに宜野座インターチェンジ付近から沖縄インターチェンジ付近まで工事のためこちらは追い越し車線規制がかかっております。続いて沖縄道下り沖縄北インターチェンジ付近で工事のため規制中となっております。続いて那覇市内の一般道の交通状況です。阿蛇交差点から古島方面に向けて長く渋滞が起こっております。また、古島交差点でこちらは工事のために規制がかかっている模様ですね。第一車線規制がかかっております。また上野屋から泊方面に向けて渋滞が起こっております。続いて旭橋から朝日町方面に向けて渋滞が起こっております。また山下南から小羽倉方面に向けてこちらも渋滞が起こっております。続いて那覇空港から赤嶺方面に向けても渋滞が起こっております。はい、以上で今日のお天気交通情報をお届けいたしました。はい、イベントの告知を一つします。はい、FM 那覇の大忘年会、忘年会の日程が決まりました。日程は12月9日の土曜日、夜の7時から、忘年会を開始いたします。場所は、はい、FM 那覇のすぐ目の前、すぐ隣の随所さんで、行います。随所さんは、焼肉屋、肉屋さん、肉どころ、として、お店をやっておりまして、そこで黒毛和牛の食べ放題、飲み放題、FM 那覇忘年会限定の特別プランでお送りいたします。食べ放題はですね、カルビとかロースとかランプとか石垣島の豚ロースとかですね、飲み放題はプレミアムモーツとかハイボールとかいろいろ飲み物があります。ぜひぜひ、この機会にですね、随所の黒毛和牛でを楽しめる大忘年会にご参加ください。はい、要予約でございます。来る人は、メールか、電話で直接連絡ください。電話番号は098-860-0261、繰り返します、098-860-0261までよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでございます。ということで、やっと忘年会の予定が決まりまして、豚骨臭さんとか喜んでるんじゃないかなと思うんですけど、うん、今日いらしてないですね。今まではこう安いオードブル買って、とにかく集まればいいやっていう風にやってたんですけど、はい、今回は高級な黒毛和牛食べ放題、レベルが高いですね。うん、料金言ってなかったですけど、はい、男性が2900円、女性が1900円、はい、プラス、フリードリンクかアルコール選んでもらって料金が変わりますよ。はい、これ、はい、そうですね、ぜひぜひ来てください。はい、以上告知でした。ありがとうございます。さて、今日のトークテーマはもしも性別が逆ならっていう、はいはいはい、ちょっと時代の、はいはい、ちょっと過ぎたトークテーマですけど、よく階段とかで雷が落ちたりとかするんだっけ、うん、男女が入れ替わるネタは階段から落ちて、はいはい、頭とかぶつけたりして、うん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 、入れ替わっちゃうみたいな
ありますよね、そういうの。あるあるある。ああいう感じかな。お芋さんが早速、もしも性別が逆だったら、前髪パッツンにしてみたい。それ前も言ってましたよ。それ別に男でもできるかな。前もなんか前髪パッツンにしようか迷ってるみたいなことをコメントで言ってた。はい、むしろ今やっちゃってもいいんじゃないですかね。だから今パッツンにすればいいのにね。ね、どうなるのかな。レナ男になったら何したい。男になったら、うん、なんかもう泥だらけになって遊びたい。あ、それも別に女子でもできるんじゃない。できるけどこの年になるとみたいな、泥だらけになってたら。いやでも男子もあれかな。トンコシューさん来ましたよ。おはようございます。起きたって言いましたね。おはようございます。おはようございます。今日のトークテーマは、性別がもしも逆だったら、うん、前向きを逆す入れ替わったらってことですけど、うん、お芋さん泥団子職人かよ。団子の話してないから。食いついてきたね。泥の話しかしてないの。団子は言ってないかな。トンコシューさん、男ならいかがわしい店に行きたい。欲望が詰まってますね。別に今行ってもいいんじゃないですかって言ったらセクハラになるのかなと思ってかな。ちょっとやめといた方がいいかも。突っ込めなかった。はいはい。男の人はね、うん、男の人はね、なんだろう、あとこれ多分男女関係ないんですけど、はい、自分スポーツが結構苦手でね、うん、だから男の人ってでもやっぱり女の人より運動神経多い人、いい人が多い気がして、うんうん、だから生まれ変わるならめっちゃ運動神経がいい男の人になってみたいかも。あそうそうそう、なるほどね。あのバッティングセンターとか行くじゃないですか、うん、ああいうのできるから楽しいんであって、できない子が行ってもなんか全然楽しくないから。わかる。そうだから生まれ変わるなら運動神経いい男の人になりたいですね。男の人になったら運動いっぱいしたいってことでしょ。そう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 、ね、ああっていうか、いやそうだよね。全然僕もバッティングセンターで打てないから。うん、全然打てない。そうなんですか、うんうん、あれも得意不得意なんですけどですかね。いっぱい練習したらできたのかなとかって思うけど。うーん、今からやってみますか。いやすごい顔されたよ。いやいやいや、あんまり興味ないかな、みたいな。ゴルフとか興味あるわ。あ、本当ですか、うん、あの打ちっぱなしとかやってみたい。やったことある？あ、ないです。ゴルフ一回もやったことない。楽しそうだし、はい、やってみたいです。止まったボール打つんでしょ。そうですね。ゴルフは止まったボールを打ちますね、うんうんうん、あの動体視力がないからね、うん。ルルロキナーさん、はい、逆に男で運動神経悪かったら辛いよ。あー、そういう世界なんですか、ね、いや僕悪いよすごく。でも球技やってましたよね、バスケットとか、まあ、僕バスケットやってましたけど、はい、この身長のおかげで活躍できただけであって、はい、僕全然動いてなかったですもん。あのー、もうボール持って上にこう上げてれば誰も届かない感じだったから。なるほどね。そう、のんびり動いてた感じですから。あ、いいですね、うん、でもすごい、それもそれで活躍してたんだ。そうそう、体格ってのはいいですよね。いいですね、大事です。お芋さん、はいはい、レナちゃん男になったら自転車乗れるかもよって。乗れそう。いやいや、女子、待って待って、女子でも乗れるから。私も乗ってるから。私も乗ってる。もう女で自転車に乗ることは諦めさせるだよ。ね、はいはい、今からでも頑張る。恋するかっちゃんさん、はい、君の名はって。君の名はな。君うまい、はいはい、うまい、うまいね、一発目出ましたね、うん、かけてんの。かけてんの。はい、じゃあそろそろ次の曲に行きたい、はい、と思います。次の曲は、あ、読めないやつだこれ。あ、読めますね。はい、読みます、はい。ブリトニー・スピアーズで、I'm not a girl, not yet a woman をお聴きください。長い。発音がいいやつの方がいいよね。いやでもそんな自分も自信ないですけどね。オフトーク、オフトークでーす。とんこつしゅうさんの読んでもいいですか、うん。学校学園一のモテモテになり彼女を特化に返した。うん、まずあれだよね、だからそういうことですよね。そういうことですよね。性別が逆だったらもあるけど、うん、そのかっこよく可愛く生まれたいっていうのがまずですよね。じゃないと始まらないっていうか、始まらない、うん。あと全裸で海で泳ぎたい。うん、それは男でもする人なかなかいない。ないですね。ちょっと捕まっちゃう。あのアメリカとかに行ったらね、ニューディストビーチってあるじゃないですか。うんうん、アメリカにあるんだ、ニューディストビーチって。海外、アメリカに、アメリカのどっかしらにありそう、イメージ。行ったらいいんじゃないですかね。
お芋さん社長背高いだけでゴールデンキングスからスカウト来ると思ってドキドキしてるらしいしてねえよあー俺身長がこれ180何センチあるからキングスから電話来るかもなしてたんだおかしいだろキングスかっこいいですよねかっこいい見てるだけでもう本当にあの中学生ぐらいの時はバスケットチームに入りたくて、はいはい、めっちゃ頑張ってた本当ですか、うん、プロになりたくて頑張ってたんですねそうそうでもね自分が身長以外の取り柄がないことに高校ぐらいになって気づくわけよ本当にそうそう大きい人いっぱいいるからあバスケットできる人かっこいいですよねねうんあとは何だろうへ女子だったら可愛い格好もいっぱいしたいなおしゃれとかしたいなあ化粧とか楽しそうだよね楽しかったです、うん、過去形楽しかったです覚えた手が一番楽しいですね高校生とかやり始めあそういうのねもう飽きてくるんだもう今はもう習慣化してるからじゃあそうそう次ニュースいきますけど大丈夫ですかニュースあニュースニュースはいいきますよFM Naha. Your radio station. のニュースです。沖縄タイムスの紙面より総合面からお読みいたします。米軍事故機の搬出開始、日本側捜査確認できぬまま。東村高江で普天間飛行場所属の CH-53E 大型輸送ヘリが炎上大破した事件で、在沖 米海兵隊は19日事故機の搬出を始めた。米軍は事故現場となった牧草地の所有地に夜間も続けると告げ、日没後も引き上げずに作業を継続した。日米地位協定を根拠に日本側の必要な捜査を認めないまま重要な物証を現場から撤去することになる。米軍は早朝から機体の解体など搬出準備を進めた。午後2時過ぎに残骸を積んだコンテナトラック1台とワゴン車1台が現場を出た。残骸は普天間飛行場へ運ばれた。午後6時50分頃には大型トレーラー4台が到着したが、牧草地で切り返しできず、午後9時までに現場から去った。大半の残骸は牧草地に矢積みの状態。県警は航空危険行為等処罰法違反の疑いで立件を視野に、機体が完全に撤去された後も現場検証や状況見分を検討しているほか、周辺での飛散物の捜索などの捜査を続ける方針だ。機体の残骸は米軍の財産と位置づけられ、民間地であっても検証や捜索するためには日米地位協定の合意議事録や刑事特別法などに基づく米軍の同意が必要になる。県警は今回の事故で現場検証の令状を取らず、任意の状況見分を米軍に求めてきたが、同意を得ることはできなかった。今後、事故機の残骸を保管する場所での米軍との共同調査の申し入れや、事故機の整備記録といった関係の資料の提供を求めるなど、必要な情報を収集する。関係者によると、米軍の協力を得られず、操縦士や整備士が特定できない場合でも、容疑が固まれば被疑者不詳で書類送検する考えがあるという。県警は事故直後から米軍の統制する内周規制船内への立ち入れを要求。米軍は事故から6日後の17日、約50分間の立ち入りを認め、県警の捜査員は現場周辺で米軍関係者の説明を受け、写真を撮影した。一方、県の地花喜一郎知事公室長は、
19日午後、現場を視察。高江公民館で面談した中峰久美子区長が、集落に近い N4 地区のヘリパッドの使用を早く中止してほしいと要望したのに対し、県も区民も気持ちに寄り添って不安を解除していくと回答した。日産出荷すべて停止、公表後も新車 無資格検査。日産自動車は19日、車を完成させる国内計4工場で国の規定に反した新車の無資格検査を公表後も続けていたとして、国内で販売する全車両の出荷を停止すると発表した。無資格検査はすでに判明した日産車体湘南工場に3工場が加わり、万全を期すため国内全6工場で出荷を止める。不十分な検査体制のまま出荷し、すでに販売した約4000台は国土交通省に追加リコール、無料の回収修理の届け出も検討する。販売店を含めて日産が抱える約3万台は販売を止め、国内向けの車両の生産も停止する。出荷停止は9月18日の問題発覚後2度目。検査の体制を改め、出荷後を再開するまで2週間程度かかる見通しだ。公表後もすさんな検査は、検査体制の改善が現場に徹底されなかったことが明らかになり、経営陣の責任が問われるのは必須だ。以上で今日のニュースをお読みいたしました。三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、イロマンチャ、イロマンチャ。この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君、はい、じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、うん、はい、3、2、1スタート。イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲、3、2、1スタート。人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファッファッファッ、女だってイロマンチャ、ファッ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 ファ。オッケー、オッケーですよ。お疲れ様です。オッケー、いい感じでしたね。よかったよ。じゃああなたも一緒に、イロマンチャのリンゴに口に。小刻みインディアンとヒプの内縄口 NOW。 今日のワードはこちら、ジョイ、ジョイ。はい、この意味はですね、全くもって論外である。はい、どうもこんばんは、小刻みインディアンです。よろしくお願いします。いやー、それにしても沖縄は暑いですね、うん、ジョイ。まだ寒いよ。まだでもね、こんだけ暑くなるとやっぱうちなんちゅっていうのはですね、外に出てビーチパーティーとかやりますよね。ちなみにビーチパーティーどんなってやるか分かります？ビーチパーティーはあの海に集まって、はい、あのビール飲んで朝まで三振引いたりして、はい、ジョイジョイ、海は危ない、やめた方がいい、あれは。はい、まあ僕ね、最近髪切ろうと思ってるんですけど、どんなヘアスタイルが似合いますかね。お前だったらもうちょい伸ばしてからパーマかけて、はい、ツイストあたりかけたら似合うんじゃ。ジョイジョイ似合うかや、丸坊主。もういいよ、どうもありがとうございました。師匠、いかがだったでしょうか。ジョイ売れんね。あ、いいな。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。電話番号 098-894-8282。 いらっしゃい、屋台赤道ラーメン。醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群、肉汁たっぷりのシューマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。新都心に雪が降る？南の雪氷、
牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。10月20日、ただいまの時刻は8時31分です。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇。本日のお相手は佐藤玲奈と奈良蓮です。これからの30分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のトークテーマは何でしたっけ。もし性別が逆なら。はい、ありがとうございます。もし、男の人はもし女だったら、はい、女の人はもし男になったら何がしたいってことですね。そうですね、うん、はいはい、多分そうしたらなんか結構何なんて言うんだろうあの言いづらいことを、はいはい、朝には言いづらいことが結構来るかなと思ってなんでそれそれを呼ぶねんそうそうそうスポンサーいるしと思ったんですけどはい、はい、でもそんなこともなくね、皆さん普通の願望をね、はい、述べてくれて、いやそれはそうでしょ、みんな気遣ってくれてるからありがたいです。とんこつしゅうさんは、はい、趣味はゴルフとサーフィンのイケメンハーフになりたい。それはもう男という問題じゃない。親からまず親から選ばないといけない、ね、国籍が違うからねうん、ゴルフとサーフィンはまあなんとかなるよな。モテそうですね。でもゴルフとサーフィンやっててハーフだったらもうモテますよね絶対。ゴルフやってる時点でなんかちょっとリッチな感じもするしね。ああ、確かに、お金持ちのスポーツかもしれない。お芋さん、はい、燃え袖よき。お、燃え袖、燃え袖、さっき社長が燃え袖、やめろやめろ、を知らなかったから説明してました。知らないけど、オフトークの時に燃え袖が燃えるっていうのはわかる。はい、社長は女性になったら燃え袖やりたいそうです。自分で燃え袖をして、はい、自分の燃え袖を見て燃えたい。よくわからない、はい、はい、恋するかっちゃんさん、うん、テーマ、はい、もしも性別が入れ替わったら、はい、かっちゃんはねヤンキー女になってミニスカ履いてパンチ出して男を引き寄せたい、はい、だから多分男の人は女性になったら基本的に男を引きつけたいっていう気持ちが あるんでしょうね。あるかもしれない。とんこつしゅうさん、社長実はおじさんなんじゃ。いや、とんこつしゅうさんも僕最初おじさんだと思ってた。おじさんだと思ってます。コメント的にね、お互い様だから。お互い様お互い様、はいはいはい、すいません、ちょっとじゃあ告知だけします。はい、なんかカメラにあれを見せてください。FM 那覇の忘年会の日程が決まりました。簡潔に言うと、今年の12月9日、時間は夜7時から、場所は、FM 那覇すぐ目の前の随所さんで、忘年会をすることになりました。この忘年会は、黒毛和牛食べ放題飲み放題ということで、黒毛和牛がなんと食べ放題でいただけるというすごい、豪華な忘年会になります。飲み放題も、プレミアムモルツとかちゃんとした、ビールが出ます。さてレナ、はい、会費が高いと思うでしょ。会費は高いと思いますか。お高いんでしょ。会費は女性1900円、お男性2900円、なんとめっちゃ安いじゃないですか。プラスアルコールとフリードリンク代、はい、ということで、はい、まあ大体、マックスでも女性3000円、女性2900円、男性3900円、はい、ということです。お高いですよ。この値段で黒毛和牛が食べれて飲めるならすごいいいと思います。今までちょっと、なんだろう、寄せ集めの交流会で、はい、食べ物持ってきてもらったり、はい、オードブル買ったり安く抑えてきたんですけど、なんか身内感はありますよね。ああ、今回はちょっと、うん、まあちゃんとした、忘年会にしようと思っております。はい、はい、素晴らしいです。はい、ありがとうございます。皆さんぜひコメントでもみんな喜んでいますね。皆さんぜひ来てください。はい、お願いします。とんこしゅうさん、でかしたなら野郎様野郎なのか様なのかどっちやねどっちやねなら野郎って。はい、ぜひね皆さん来てくださいね。はい、はい、ということでこの番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp、
780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけますので、どうぞよろしくお願いします。またこの放送はサポーターの恋するかっちゃんさんから応援の方をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、曲を流します。ザ・ピローズでファニーバーニーお聴きください。はい、オフトークオフトークです。台風情報読んだ方がいいですかね、うん、さっき読まなかった。お芋さん、社長のチャーハンだったら会費タダだったのにな。タダじゃないし社長のチャーハン経費かかるし社長が自腹だってことになっちゃう。俺が自分で卵とご飯買ってくんのね。あー、俺ね、今思い出した、女性だったらやりたいことね、結構あったんですよ。結構あったんですか。女性だったらタダで入れるお店ってあるじゃないですか、うん、ある。あれに入りたい。ある。あれで何、女性0円相席屋さんみたいなやつ、うん、ありますよね。あれ、あれとか女性ずるいっていつも思うわけ、はい、で今回の忘年会も女性安いでしょ。安い。女性だったら安いのにって。そうですね。しかも居酒屋とかでも、うん、分かります、女子会プランっていうのがあって、はいはい、結構豪華なのにリーズナブルなんですよ。だからでもそこに男の子が一人入ると、あ、ちょっと女子会なんでそのプランはできないですってなっちゃうんですよ。そういうのずるいですよね、結構。だからさ、女性だったらそれができるっていうか、はい、俺めっちゃ太った女性になりそう。女性だったら太りがちみたいな。そっか。豚骨臭さん、社長チャーハンは出ますか。みんな食べたいみたいですよ。ズリ長さんで厨房が借りれるんだったらやるけど、まあ借りれないだろうな。まあ借りれないですね、うん、まあ借りれないです。本気で作るわ。社長チャーハンが得意料理なんですか。いや別に得意じゃないけど。みんなが言ってるだけ。アイロンさんに負けないぐらいのやつを作るわ。だってそんなに食べないもん、豚骨臭さん。そういえば、そうだね、関係ないんですけど、はいはい、奥さんのインスタで見たんですけど、うん、社長が餃子作ってた、うん、白餃子、ホワイト餃子、ホワイト餃子、はいはい、って何ですか。ホワイト餃子って、ホワイト餃子っていうのは関東圏にしかない、東京にしかないのかな。あ、でも結構あるか今は。もともとはその関東が発祥で、はい、生地のすごい厚い餃子で、はい、これを揚げて焼くから、はい、生地がカチカチになるわけ。カチカチ、カリカリっていうところかも、カチ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 、そうで、カチカチの生地をかじって、はい、かじるとじわっと中身が出てくるみたいな、なんかね、小籠包を丸揚げにしたみたいな硬い食べ物で。じゃあ普通の餃子との違いは生地が硬いっていうだけなんですか。生地が厚くて硬い。へで全然餃子じゃないね、あれね。本当に、うん、パン食ってるみたいな感じの。パン食ってる、そんな食べ応えの餃子みたいな。食べ応えありそう。あるある、すごい。食べてみたい、ね、美味しかったですか。そうそう、全部食べちゃった。あ、でしょうね。だってもう結構3日とか前だもん。今度また来たら作ってあげるよ。イエーイ。社長、餃子作れるんですかって。あ、社長はね、もともと料理の仕事ばっかりしてたから。社長は料理上手です。料理は大概できますよ。料理上手。お芋さん、萌え袖知らんのに餃子分かった。なんで萌え袖の方が常識みたいになってるんだよ。餃子の方が一般常識の範囲だわ。面白い。そろそろ行きますか、はい、次はお天気ですね。天気、今の時刻は8時39分を回りました。カルチャンプルの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。では初めに今日のお天気をお送りいたします。本日20日沖縄本島中南部のお天気は、北東の風やや強く、後強く、曇り時々晴れ、
夜遅く雨、波3メートル、後5メートル、うねりを伴うとなっております。降水確率は朝の6時から12時まで 20%、 12時から18時まで 20%、 18時から24時まで 60% となっております。日中の最高気温は31度です。また台風の方が沖縄に近づいておりまして、沖縄本島地方の沿岸の地域では次第に波が高まり、21日明け方から大しけとなる見込みです。うねりを伴った高波に警戒してください。また20日夕方から北東の風が強く吹く見込みですので、皆さんご注意くださいとのことです。夜から波がすごく高くなるみたいなのですね。危ないね。ですね、はい、皆さん海には行かれない方がいいと思います。はい、行かないでください。はい、続いて現在の交通状況です。高速道路の方からお伝えしていきます。沖縄道を上り宜野座インターチェンジ付近から金インターチェンジ付近まで工事のため追い越し車線規制がかかっております。続いて沖縄道上下線ともに金インターチェンジから矢賀インターチェンジまで、こちらも工事のため規制がかかっております。続いて沖縄道を上り石川インターチェンジから沖縄北インターチェンジまで、工事のため規制中となっております。続いて沖縄道下り西原インターチェンジから北中城インターチェンジまで、工事のため規制中となっております。続いて那覇市内の一般道の交通状況です。前島から久茂地方面に向けて、久茂地からまた旭橋方面に向けて長く渋滞が続いております。続いて坪屋から宜野与儀、坪屋から与儀、与儀から寄宮、与儀から麻団橋方面に向けて、こちらも長く渋滞が起こっている模様です。また麻団橋から小羽倉から旭町方面に向けて、こちらも渋滞が起こっております。また山下から山下南、小禄方面まで、こちらもずっと渋滞が起こっている模様ですので、皆さん運転の際はお気をつけてください。以上、お天気交通情報をお届けいたしました。はいはい、今日のトークテーマは、もしも性別が逆だったら、はい、入れ替わったら、あなたが女だったら男になったら、男だったら女になったら何したいっていうのがトークテーマでございます。ございます、コメントを読みます。社長、いぶりがっこ食べたい、とんこしさんいぶりがっこ、うん、いぶりがっこっていう漬物ですね。はい、はい、あれは秋田のですよね。秋田の、秋田の漬物作れません。まだお家にありますか？いや、もう食いました。食べちゃったそうです。うん、通販であげるっていう約束してたんだけど食っちゃいましたね。食っちゃいました。あ、そうだそうだ、すいません、イベントの告知だけ少しします。はい、那覇町ゼミというイベントがございまして、那覇町ゼミの、まあ、っていうイベントでいろいろな那覇市のお店がですね、ゼミを開く、講座を開く、無料の講座を開くということで、そのお店にしかない、お店の専門の知恵とかをみんなに教えるという会でございます。まあ、大体無料でやっております。 FM 那覇もその、なんでゼミに参加することになりまして、FM 那覇は FM 那覇によるラジオ活用講座と、パーソナリティの一歩先の口説き方講座と、子どもたちが食いつく学級読み聞かせ入門という、この3つの講座を FM 那覇で開きます。興味のある方はぜひ那覇町ゼミでインターネット検索していただいて、ください。日程がかなり細かいんで、ちょっと説明すると長くなってしまうんでね、ぜひぜひ興味のある方は、まあ、僕に直接電話してもいいし、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。トンコッシュさんが今のことに関して、浦添市民もいいの？多分いいと思います。うん、那覇市民じゃなくても大丈夫なんですかね。那覇の、那覇のお店の人たちが講師となって、はい、専門店ならではの知識や情報コツを教えるっていうものであって、はい、講座を開く人たちは那覇の人たちだけど、はい、参加する人は誰でも OK でございます。はい、はいはい、だそうです。ぜひぜひ皆さん、ぜひお時間がある方は検索して。面白そうなのはこのアサトミムとミスチーの一歩先の口説き方講座。こういう講座ってなかなかないじゃないですか。ないね。しかも気になる、うん、気になる口説き方を教えてもらおう。はい、でございます。はい、じゃあそろそろ次の一曲をいきましょう。はい、じゃあ次は
あーこれは読めないやつだ。レナちょっとこ、あでもない頑張って読むわ。はい、FALLING って何だろ。ファーリング、FALLING、LL、ファーリングでいいんじゃないですか。ファーリングか。ファーリングイントユーアコースティックバージョン、バージョンで、ヒルソングからお送りいたします。お聴きください。オフトークでございます。オフトークでございます。フォーリングじゃないってコメントが。フォーリングじゃない、フォーリングかな。F-A-L-L-I-N-G F-A-L-L-I-N-G いや、わかんない、ファーリング。フェーリング、英語得意なのに。フェーリング F-A-L-L-I-N-G F-A 社長、あのさっきの、はいはい、なんだっけ、G、イベントの紙見てもいいですか。あ、いいっすよ、いいっすよ。よいしょ。ラジオフォーリングだな。フォーリング落下。ひろみさん正解。ルルル沖縄さん、杉子さんのイベントはって。杉子さんのイベントも入ってるの。杉子さん、杉子さん、これ無料なんですね、受講料。あ、そうそう、受講料無料。すごい。公共市場の歩き方、ガイドと一緒に松ゼミ巡り。ほとんど11月ですね。そうなんですよ、那覇松ゼミは11月から開催されます。あ、社長も講師じゃないですか。そうそう、FM 那覇によるラジオ活用講座が、講師が、社長とセバスチャン、うん、セバスチャン、セバスチャン。11月3日が一番最初ですね。そうそうそう、すごい。講座するんだ、来ようかな。講座すよ、来て来て。よいしょ。ルルル沖縄さん、昨日一枠でおけい通りスタジオで読み聞かせイベントするって言ってたような。あ、そうなの。え、そうなんだ。まあ、杉子さんだが来てくれるんだったら嬉しいけど、うん、間違えた。セバスチャンさんはシャツ萌え、トンコチューさん。シャツ萌え、うん。セバスチャンさんはいつもシャツがお尻から出てるっていうか。そうなの、うん、それに燃えるらしい。母性本能くすぐられるらしい。母性もう出てるよみたいなことなんですかね。直してあげたくなっちゃうけ。うん、だろうな。ヒロムッチョさん、女性だったらただなので相席居酒屋に行きます。一緒だ、僕もそう思う。あれって一緒に座らないといけないんですかね、相席だから。いや、そう、待っててもいいと思うよ多分。あ、そう。で、女性捕まえたらなんだっけ、その男が払う金額がアップするんだよ。あ、そうなの。そうそう、面白い。僕も行ったことないから分かんないけど、なんか男の人損しかしなくないですか。そんなことない。まあまあ、女性がその気がなかったらもう損だよね、うん、食べるだけだったら ね。お芋さん、講師っていくらもらえんの、取っ払い。さっきなんてこと聞くんだ。講師お金もらえないよ。もらえない、うん、マジでもらえない。今回はもう本当にボランティアっていうか、那覇の町でみんなで盛り上げようっていう感じ、うん、むしろお金払ってる、うち。そうなんだ。そうそう、このチラシ代のために、うん、あ、じゃあ皆さん来て、そうそう、来てくださいね。よし、じゃあニュース行くぞ。はい、78.0 FM Naha Your Radio Station。のニュースです。琉球新報の紙面より総合面からお読みいたします。比嘉倒して勝つ WBC フライ級防衛戦へ調印式。
世界ボクシング評議会 WBC フライ級王者比嘉大吾。比嘉大吾は19日初防衛戦となる22日のタイトルマッチに向けたコット内での調印式に臨んだ。比嘉は同席した対戦相手のトマ・マソン同級5位フランスを前に、判定まで行くのは納得できない思いがある、12回のうちに倒して勝ちたいと KO 勝ちへのこだわりを語り、意欲をみなぎらせた。比嘉は現在13戦13勝13KO のパーフェクト記録を継続中で、 KO 勝ちで初防衛に成功すれば、県出身の浜田武史らが持つ連続 15KO の日本記録に大手を掲げる。南大東村、座間味村、久高島、明日繰り上げ投票。台風21号の接近に伴い、県選挙管理委員会は19日、南大東村、北大東村、座間味村、赤島、南城市の久高島で21日に繰り上げ投票を実施することを決めた。南大東村では台風を考慮し、18日から期日前投票を呼びかけている。19日までに有権者数の約4割にあたる413人が投票した。北大東村では特に期日前投票を呼びかけていないが、村選管によると投票者は多くなっているという。19日夜までに1169人が投票。南北大東村は開票作業を22日午後8時から実施する予定。座間味村では投票を締め切った後、赤島とケルマ島の投票箱を船で座間味村へ届け開票している。22日は台風で船が出ない可能性が高いことから投票日を繰り上げた。竹富島は台風接近に関係なく21日に投票を実施する。以上で今日のニュースをお読みいたしました。そろ終わりの時間が近づいてきましたけども、残り3分でございます。残り3分でございますということで、コメントが来てますね、はい。お芋さん、社長リクエストいいかな。何のもう終わりなんだけどもう曲流さないですけどね、うん、ちょっと早く知ってじゃこの人知ってるくせに言ってくるんですね、お芋さん、どうせ覚えてないだろうけど明日誕生日なので、れなちゃんのアカペラでハッピーバースデーをお願いします。おー、明日誕生日なんだ。はい、じゃあアカペラで、はい、待って、音楽止めるから。いやいや、れなちゃんのって言ってるだろ。いや、社長も入った方がいい。いいの入って、はい、あ、ダメかな、はい、じゃあ音切ります。はい、はい、はい、どうぞ。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアおいもさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。明日なんだ誕生日。はい、はい、ということで満足したかね。おお、すごい、はい、おめでとうね。おめでとうございます。明日っていうと21日ですね、うん、黒団子でケーキ作ってやるよ。はい、いいと思います。送ってあげましょうねピカピカのやつ、ピカピカにしてね、はい、おいもさんがいい誕生日を過ごせますように。うん、はい、これ毎回やるのかな誕生日の時でもこういうのいいですねたまには。全然いいよ、はい、毎日やろうか、じゃあ誕生日 ね、誰かしら誕生日の時にやりたい。はいはい、はい、ありがとうございますコメント。今日のトークテーマはどうでした。今日のトークテーマは良かったと思いますけど、うん、どうでしたかね。皆さんから結構、でも考えることみんな一緒だなって感じですねそうだね、やっぱ思ってたんだろう ね、うん、うんうんうん、お芋さんがれなちゃんからお花届くかなって住所わかんないな、ね、住所晒してくれたら、住所晒してここに書いてくれたら、ここに書いてくれたらどうすんだよ書いたらはい、はいはい、まあ、じゃあ締めの言葉をよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、本日モーニングナハをお届けしました。お相手しましたのは佐藤玲奈と奈良蓮でした。
今日も皆さんお聞きいただきありがとうございました。また来週モーニング那覇でお会いしましょう。さよなら。